フェアチャイルド PT-19PT-19 PT コーネルは第二次世界大戦時にアメリカ陸軍で使用されたフェアチャイルド社製の初等練習機である。フェアチャイルド社はアメリカ陸軍向け初等練習機として開発した機体は1939年に陸軍によるテスト 5PT-19 として270機の発注を受けた。この機体は 空冷のレンジャーエンジンを搭載していたが、機種は液冷式エンジンのようにスマートに成形されていたのが特徴だった。低翼単用の固定脚で、胴体の構造は交換骨組組に、ハフバリ、主翼は木製だった。その後、1941年には大量生産命令が出され、エンジンを若干強化した方が3600機以上生産された。また、 軽機飛行訓練用の機体も900機以上生産された。しかし、これらの量産により、レンジャーエンジンが供給不足となったため、エンジンをコンチネンタル空冷製型エンジンに換装する改造が施され、PT-23 の形式名で量産された。PT-23 は各型合わせて1000機以上生産された。これとは別に、 カナダ空軍へのレンドリース用の機体も1700機以上生産された。ありがとうございます。